今日はあの人事評価制度ということで育成を意識したその評価制度とはどうなのかということをお話しさせていただきましたその中でやっぱり大事なことは何かっていうとしっかりと日頃から日頃から部下メンバーの方と一緒に話をしながらそして悩みを聞いていくでそして自分の心をうち自分の心を開きそして相手からもう開いた心を受け取るというような形でですね日常の 職場がが明るくてててそして悩みみあってもみんなで解決でききるるみんなででフォローできるそうういいいいっったたような職場で会ってもらいたいと思いますそのためにはですねこういった自分がどういった評価を受けているのかそして自分の目標は何なのかこの組織では何をしたらどうなるのかということをですねあの一つ一つ噛み砕きながらそして自分の成長が施設組織の成長につながっていけばいいかなというふうに思っていますのでどうかですね 中小規模の施設だからこそ、というわけではなくて、いろんな施設、いろんな大小はか関わりなくですね。この施設、施設評価といいますか自、自己評価、そして人事評価というものを入れていけばですね。発展した明るい職場になるかと思っています。よろしくお願いします、お願いします。今日は、人事評価制度、その中でも育成を意識した評価制度ということを皆さんと一緒に勉強し、それを皆さんと皆さんにお話ししたいと思っています。 早速になりますけれども、今日の講義内容はこの三つを考えています。人事評価制度の概要。それから人事評価の各論。そして人事評価の実際。こういったものをですね。あの皆さんと一緒に、まあ、皆さんにご提示したいと思っています。では最初に人事評価制度の概要についてご説明します。で、この講義に先が来まして、まずそのお願いとなりますけれども。評価する立場の方を評価者とし。 評価される立場の方をメンバーという形で今回はあのこの講義の中では使わせていただいております。また皆さん方の方にはですね、人事効果、人事評価、違いは何なんやということをそらくね、思われている方がまあ多いかと思います。1つですね、この中でも人事効果というものは成績、まあ、こういったです、ね、実績について評価することを人事効果と言います。一方で 評価については、この成績、効果も含めた大きな総合的なその人事に関する効果について説明したものを、人事評価として括っています。したがって、今回は、講義の意味での人事効果というよりも、人事評価という表現にしていますので、ぜひともですね、効果と評価というものが、まあ、あやふやになりがちですけども、大きな意味で説明してるんだなというふうにお考えいただければと思っています。 そして下のところに書いてありますように、これはあの経産省の方からも、人事評価制度、人事効果制度については、個人情報保護の個人情報として扱われていますので、どうかですね、その扱いについては、皆さん方も、まあ、評価される側、評価する側もですね、あの気をつけて取り扱っていただければと思ってます。で、ここですね、ちょっと聞いてみるんじゃけど、まあ、人事評価のイメージって皆さん、どう思われますかっていうことなんですね。 おそそらくです、ね、私もそうですすね私もう評価をされる側っていうのはなんかねなんか上から目線でやられるんかねまあそしての評価っていうものはまあ私の、まあ、これまでの人生の中でですねいい評価を受けたっていうのはあまりないですねだから皆さん方もですね評価と聞かれるとやはりどうしてもですね暗いイメージを抱かれるかと思いますししかし今日はですね育成に 育成に関わるような人事評価ということをお話しますので、どうかです、ね、このキーワード、目標、組織目標であるとか、部署,部署目標、そしてコミュニケーション、で最後のです、ね、フィードバック面接といったところまでお聞きいただければと思ってます。そして今言いましたように、人事評価、人事効果のイメージ、本来はこの上の資格なんですね。組織の生産性の向上であるとか、個人の成長を考える手法なんだということ。 だけど、どちらかといえばですね、そのメンバーの仕事ぶりを評価する、しかもですね、などちらかといえばどちらかといえばがちょっと多いんですけどもやはりですね、いいように評価しないでこうした方がいいんじゃないああした方がいいんじゃないこれが足りなかったよっていうような評価をイメージしそして、下の段どちらかといえば評価者というものはマウントを取る。 上下関係を意識した形でこういった評価になったよみたいなところがですね出てくるかもしれません。そしてもう一つはいつもながら提出する書類なんだということ。これ年に1回提出する、まあ、ものだからね、君との話もしないといけないし、目標どう考えるということもですね話をしないといけないということになってくる。いつもの形外的な提出書類になってしまう。あるいはですね年間目標を通知する連絡手段。 この組織、このうちの施設ではこういったことを来年度は、えー、取り組もうと思っているから、君も考えといてねっていうような形のですね、連絡の手段で使われる方もあるかと思ってます。いや、なんかまさにこの下のところ、<laughs> そういったですね、いいそういったところがですね、はいはい、もっともっと聞いていただきたいと思いますので、どうかですね、ぐぐぐっと入って聞いてみてください。はい、で、少しだけまあ、歴史というものを振り返ってみますと。 日本っていうもののこれ、えー、日本と、まあ、そ,のその評価の変遷ということで書かせていただきましたけれども、1960年代、おそらくですね、これ、私の生まれた年ですけれども、1960年代っていうのは高度経済成長の中で、まあ、いろんな会社が人事効果制度、評価制度っていうものを取り入れた時期でもありました。一方で、1990年になってくると、ご存知のようにバブルが弾けました。 その中で、ただ働いているだけでは、なかなかですね、給料は上がらない、働き方にもを考えないといけないっていうことが出てきた。その中で続いて出てきたのが2000年で、これ後で出てきますけども、次の取材料になるんですけども、欧米型と日本型で働き方が違ってくるんじゃないかということでですね、出てきます。しかしですね、もう一回ですね、人事効果制度っていうのを考えたときに、2000年以降にもですね、この目標管理による、 やはりですねこういった人事評価をする方が日本には適しているのではないかということで MBO 型のものがもう一回見直されるようになってきましたそしてこれが先ほど言いましたように日本型とまあ欧米型、まあ、日本型の方をです、ね、メンバーシップ型と言いますそして欧米型の方をジョブ型と言いますその中でですねこの日本型っていうのはもう皆さんご存知のように定年雇用であるとか年功序列であるとか そしてもう一つ言えば定年退職ありますよね。一方で、ジョブ型っていうのはですねあ、どういったものなのかちょっと分かりにくいなっていう方はですね、この一番下のところ、日本型っていうのはジェネラリスト、総合的に、まあ、総合的な、まあ、私も理学療法士です、総合的な理学療法士を育成しようねっていうのがジェネラリストですね。一方で、ジョブ型っていうのはスペシャリストです。今、我々の診療報酬の体系は、 疾患別の体系になってます運動器であるとか脳血管であるとかその中でも呼吸器、心身科いろいろ分かれてきます。そういったスペシャリストだけを育てればいいのかいやいやそうじゃないジェネラリストを育てればいいのかっていう中でですね日本型と欧米型で雇用の仕方が変わってくるとなってくると人事評価の中身も専門性を本当に本当にこう問い詰めていくような評価制度なのかいやいやそうじゃないよ 日本型のようなジェネラリスト、総合的な理学療法士を育てるんだよということで,ですね、おそらくこれはどこで変わってくるかというと、やはり就職された施設、組織で変わってくるということ、リハビリテーション病院なのか、あるいはです、ね、介護領域専門の病院、施設なのか、いや、そうじゃない、総合病院、急性期もある病院なのかといった形で,です、ね、それぞれの評価の仕方、評価する視点が変わってくる。 とということで,です、ね、日本型、メンバーシップ型とジョブ型、欧米型というものもですね、大きく変わってくるんだということをです、ね、ご理解いただければと思います。で、人事評価制度の3つの目的、大きく分けて3つあります。組織のビジョンを共有する、そしてメンバーの育成をする、そしてもう1つはメンバーの処遇を決定する。なかなかです、ね、この3番については、また後で説明しますけども、処遇というものを我々が。 決めることなのかっていうことはですね、少しちょっとこう課題があるかなっていうふうに思ってます。そして中身についていけばですね、組織のビジョンを共有する、こちらは何かっていうと、先ほど言いました経営層が考える大きな来年度、まあ、今年度の目標について、メンバー、それぞれリーダー、リーダーが自分たちの部署、部署、チーム、チームにそれぞれの目標を落としていく。 そしてメンバーがそのチームの中で自分の目標を考え提出していくそうやってやっていくことがメンバーシップの中で一つの組織の中で動いていこうねっていうことの形になりますそこで出てくるのが人材育成なぜ人材育成かというと自分の やりたいこと、目標がその組織に合うような形で提出、合意をして決定することによって、意欲も高めていくし、自分のキャリアになっていくっていうことのですね、モチベーションにつながっていくだろうということも考えています。そして3番目の処遇についてっていうのはですね、これは後で出てくるんですけどもですね、処遇というもの、を皆さんどう考えますか金銭的なものなのか、地位的なものなのか。 あるいはですね、その他の、まあ、福利厚生面もいろいろあるかと思います。そういったですね、処遇についてっていうことも出てくるかもしれません。しかし、今回についてはですね、大きな目標として、この1番と2番を主に話をしたい、いきたいと思ってます。そして、人事評価制度で期待すること、先ほどに共通することになりますけれども、目標を自分で決めて、そして自己検査ができるっていうことで、メンバーのモチベーションの引き上げにつながるっていうこと。 そして人材を効果なぜ活用効果的に活用できるかっていうとこの方はこういったもうライセンスを取ったよねこういった知識がもう深まってるよねってなった時にこのポジションに彼を活用しようか彼女を配置しようかっていうことでですね人材を効果的に活用できる面でもこの評価をしておくこと。 客観的にそのメンバーのことを知っておくっていうことがですね、大事になってくるし、そういったことが期待できるというふうに考えてます。そしてもう一つは早期の離退職者を防ぐ。これはですね、先ほどこれ1番と通じることですけれども、モチベーションの高い人は、そうそうその組織を辞めようという気持ちはまあならないかな。逆にですね、キャリアアップのために辞める方もいらっしゃるかと思います。しかし一般的にはこういったモチベーションが上がる職場においては、 早期の離退職者はですね防ぐことができるんじゃないかなということですね期待する効果に挙げています。